ピクチャ戦果を拡張中なり。はい、皆さんおはこんは。ゲームの中でプログラミングをする講座、前回は変数と入出力をやりました。2回目は分岐と繰り返しになります。ただその前におすすめの開発環境を紹介しておきましょう。おそらくこの3つが最も使われているツールです。下に行くほど導入が難しくなります。まずポニー IDE はストア用に作られたブラウザで動作する開発環境です。ブラウザさえあれば使用可能で、機能も揃っているので初心者にもおすすめです。次にテキストエディタ、メモ帳は微妙なので何かしら入れるのがいいです。私はルアではノートパッドプラプラを使ってます。軽量かつルア用のプラグインが使いやすいです。最後に VS コードにストア用 API を入れる開発環境ですね。汎用性も高いけど敷居も高いです。何も知らない状態からコードを動かせるようになるまで結構時間がかかりました。テキストエディタ以外はディスプレイのエミュレータや文字数短縮機能などがついています。プログラマーを目指すなら最終的に VS コードを使えるようになった方がいいです。説明はほとんど英語ですけど。では分岐に入っていきましょう。ストアのカスタムドアでスライド式やスイング式を実装するとなるとこんな感じになりますね。ヌメリカルスイッチボックスでオンの時とオフの時の出力を変更してると思います。これを回転ピボットを使ったカスタムドアにつなぐとボタンがオンの時開いてオフで閉まります。あ、謎力が。このボタンから入力されるオンオフ信号のことをブーリアンと言います。オフがフォルス、オンがトゥルーです。こちらをルアで実装してみましょう。入力ではコンポジットライトのオンオフを使用します。チャンネルは1です。そして出力はコンポジットリードが1つだけです。1と0はルア内部で書くので入力する必要はありません。ちなみに入出力は最初に考えるのが無難です。整理したらルアを開きます。今回はエディタが必要なレベルではないのでそのまま書いていきます。まずはライトしたオンオフ信号を取得します。読み込む関数はインプットゲットブールです。数値と同じく変数に代入しますが、ここは名前で区別できるようにしましょう。私はイズやオンを最初につけています。これなら変数がブーリアンということが一目瞭然ですね。では分岐の制御文 if を書きます。もし入力が真だったら出力は1イコール2つで同じという意味になります。ロジックの方にもありますね。そして判定が違ったら出力は0エンド。こんな感じです。あとは変数のアウトをチャンネル1に出力します。それとこういう一連の処理をブロックと言いますが、どこからどこまでがブロックなのか分かりやすくするため必ずインデントは入れてください。必ずです。ストアではタブキー一択で最終的に消されますけど。それじゃコンポジットへのアウトプットを書いて、シンタックスエラーはありませんね。こちらを動かしてみます。さっきと全く同じ動きになりました。同じならロジックだけでもいいんじゃと思われるかもしれませんが、全くその通りです。実際左のようにノードをつなぐ手法をビジュアルプログラミングとかビジュアルスクリプティングと言います。概念的にこの2つは同じ入力に対して同じ出力を返します。利用者としては中身の違いはどうでもよく、ただ正常に動けばいいのです。作る側としては早くできる方とか好みで決めます。なおストアではルアでしかできないことがあります。それが繰り返しです。の前に if の復習。適当にバッテリー残量をパーセントで表示する処理を書いてみました。 if 文で残量が30未満では黄色、10以下では赤になるようにしてあります。このような比較を行うのを関係演算子と言います。ロジックには以上と以下がないので、これはこっちの方が簡単です。スクリーンセットカラーは色の設定になります。最後にドローテキストで座標00に文字を表示します。1文字は横が4、縦が5ピクセルです。こちらを実行してみると残量で文字の色が変わります。ちょっとこの小数点表示が気になりますね。ストリングフォーマットで修正しましょう。このように記述すれば小数点表示をなくせます。ストリングフォーマットは整形して文字列に変換する関数で、ケーキを作るときによく使います。桁数を操作するなら必須です。それでこのままだと微妙なので区切りの線を入れてみましょう。そこで繰り返しの for文です。文字が縦5ピクセルなので6ピクセルごとに線を引くことを考えます。なお取り直すのがめんどかったのでそのままですが、開始は6の方がいいですね。こっちでは i が -1 から解像度の h まで6ずつ増えながら線を引く処理を繰り返します。つまり i には -1、5、11と代入されます。実行するとこうなります。細かい調節は後にして、横線が描画されていますね。同じ処理を何度も繰り返すので繰り返し文と言います。最初から例がややこしかったと思いますが、基本的にはこう使います。例えば1から10まで数字を足すと55になりますが、for文を使ってこのように計算できます。 i が1から10まで1ずつ増えながら sum に加算していくわけです。
1ずつ増える場合のみこのように短縮して記述できます。例えば2や、さっきみたいに6ずつ増やす場合はカンマで区切って数字を追加します。下の場合、1、3、5、7、9の合計、25になります。逆に、10から1まで、1ずつ減らす場合は、こんな感じです。順序が変わるときに、たまに使います。また繰り返し文には、for だけでなく、while とリピートがあります。これらは全部、1から10まで足す処理で、55を出力します。while は判定が真なら処理を繰り返します。この場合、i が10以下なら繰り返しですね。もう一つのリピートは判定が真になるまで、処理を繰り返します。この場合は i が11になったら終わりです。今回は3つとも同じ処理を行いましたが、基本的に構文は回数が決まってる時に使用します。while は基本的に回数がわからない時に使用されます。主に数値解析ですね。リピートは使いません。必ず1回は処理を行うメリットはありますが、ぶっちゃけそれだけで while でも同じものが作れます。判定が下にあるので読みにくく、ほとんどのところでは使うなと教えられるんじゃないですかね。それと下の2つは必ず処理が終わるようにしましょう。判定で終わらないと無限ループになります。ストアの場合は処理が1秒固まってるとエラーを吐いてくれますが、そうならないように書く必要があります。毎回固まってたらゲームになりません。ではこれまでのことを踏まえて簡単なタッチパネルを作ってみましょう。 if 文だけでもタッチパネルが作れます。簡単なやつですけど、まずディスプレイ用のコンポジットを追加しておきます。さっきのバッテリー残量表示にそのままつなぐので、チャンネルを変更。バッテリーの数値はとりあえず10にしておきます。ディスプレイにタッチした時の信号はこんな感じです。このうち2つ目のタッチというのは同時にタッチした場合に使用されます。ただ同時にタッチが必要なシステムは非常に限られます。使うとしたら誤操作防止とかですね。なので基本は1つで OK です。ではタッチしたらディスプレイのオンオフを切り替える機能を実装してみましょう。タッチの信号を受信したらオンとオフを反転させればいいと思うかもしれませんが、とりあえずやってみますね。ブーリアンを反転させるときはノットを使用します。コンポジットのタッチを受信したら if 文で反転してオンオフを切り替えてみます。表示部分は全部 if で囲みます。余談ですが、ローカル変数はこうやってまとめて書くのもありです。ストアなら文字数の削減で役に立ちます。では is on が真ならディスプレイが表示されるようにして、こんな感じで動かしてみます。それで実際に動かすと点滅してしまいますね。そして切り替わらない時も出てきます。オンチックは毎チック実行されますので、押してる間も毎回反転してしまいます。これを防ぐにはロジックのパルスを使う方法があります。ただリードしてライトしないといけませんし、公式によればマルチでは非推奨です。何より押している間の処理ができなくなります。なのでここはフラグを使用しましょう。いわゆる判定に使われる内部の状態です。まずタッチとは別のフラグ、is touching を用意します。これがタッチしてから話すまで true になるわけですが、フォルスに初期化して最初の1チックだけの処理をするために使います。使うのはロング演算子の and です。ロジックでも and とか or とかありますね。タッチが true かつフラグがフォルスなら最初の処理を実行してフラグを true にします。これでタッチした最初の1チック目だけの処理が作れます。オンチックの2周目はフラグがトゥルーなので、ここは実行されません。そしてタッチが離れたところでフラグをフォルスにします。これでタッチするごとにオンとオフを切り替えるスイッチが実装できました。ちょっと面倒ですね。ただ応用すれば押している間に数値が増減するスロットルなども作れるようになります。はい、できました。実行してみましょう。押しても点滅しなくなりましたね。切り替えも正常です。それじゃこれをさらに応用して、タッチした時の座標が一定の範囲内にある if 文を作ればディスプレイの中にボタンを作ることができます。今回は簡単に色が変わるだけにしてみました。それじゃこれを実行してみましょう。ポチッとな。ちゃんとボタンになってますね。範囲を指定したので下は反応しません。実際にコードをコピペするなり書いてみてください。それじゃ今回はここまでです。次回はテーブルの配列の予定です。これもルアを使う理由の一つです。一連のデータを大量に扱うときに使用される機能になります。グラフの表示とか、そういうのに使用します。実際実例はグラフの実装です。こんなところで、今回はここまでです。それと、ストアウィキの初心者講座に似たようなことが書いてあったので、そちらも参考になると思います。基本的な部分は同じなはずです。それでは、次回もよろしくお願いします。